はようございます。高木人です。今日のテーマはあなたの稼いだ利子があなたの利子を稼ぐです。利子って嬉しいですよね。まあ、どのくらいあなたが貯金をお持ちか分かりませんけど、通帳の残高がある日ポコンと増えている、まあ、ちっちゃな不労所得って感じですよね。まず、言っても、まあ、利回りが最近は悪いので、複雑な気持ちですけども、それでも小さくても複利なんで、増え続けているっていう、この一貫性、右上がりの一貫性の成長っていうのは、馬鹿にできないパワーを持っているんですよ。1.01 の法則って聞いたことがあるでしょうか。1.00 が、まあ、今日の、まあ、一日の今日の力だとしたら、明日 0.01% ちょっとが頑張る。それを365日、0.01%、ごめんなさい。今日の力を1として、そして明日は今日よりも 1%。知識とかスキルとかをアップして、今日よりもちょっと頑張る。それを365日繰り返したら、今日1だったものが365日後に、どんな数字になっているかっていうのをちょっと頭の中で弾いてほしい。電卓弾いててもいいんですけど、数を出してみてほしいんですよ。びっくりしますから。今日1のもの、そして毎日 1% の努力、0.01 をちょっとずつ上乗せしていくと、その複利、なんと 37.8 になるんです。37.8 倍に成長してるってことですよ。そのくらい、利子のパワー、利子というか、まあ、複利ですよね。利子が乗った、元本がさらにまた 1.01 倍になっていくと 37.8 になるということなんですけども、これ逆に言うとですよね。まあ、今、まあ、金利がちょっと何パーセントかっていうのを自分はあまり詳しくないんですけども、1に対して、まあ、まあ、仮に 1% 増えていくとすると、でも物価上昇率が 2% だったら相対的に見ると、まあ、減ってるじゃないですか。まあ、分かりやすく言うと 0.99 になっていると。明日のお金は今日よりも 0.99 になってるわけですよ。物価が上がり続けてたら。これが365日続いていくと、まあ、複利的な計算、まあ、複利的な計算をすることに意味があるのかちょっと分かりませんが、なんと 0.03 になります。つまり毎日なんか努力をサボって怠っていて、今日よりも成長をしない状態がずっと続いていったら、本当にもう死っていう 0.03、 息も絶え絶えっていう、そんな状況になってしまいます。ここで質問なんですけども、あなた成長したいですか、それとも死にたいですか。というより、こんな質問してる場合じゃないです。いや、あなたは成長しないといけないんですよ。これ国民の義務ですから。日本人でもね、選挙行かない人もたくさんいますけど、ちなみにうちの村の選挙投票率 80% ぐらいありますが、これ国の憲法かなんかで決められてる権利であり義務なんですよ。これと同じで、国民の一人一人が成長するっていうことは権利でもあるし義務でもあるんですよ。この世界の進化とか成長っていうのは、あなたの成長進化と連動してるんですよ。これ声を大にして言いたいんですけど、あなたが成長をやめると、この世界の成長進化止まるんですよ。やばくないですか。で、神様は多分こう言ってきますよ。成長せずにぐーたるぐーたるしてるあなたに、いや、ちょっとすいません、もしもし、この世界がちっとも良くならないのは私のせいじゃありませんから、あなたのせいですからね、責任取れよつって、ある日謀反を起こす可能性がないとは言い切れませんから、頑張りましょうよ。自分も頑張るんで、あなたも頑張りましょう。それで、アメリカの建国の父、祖、ベンジャミン・フランクリンさんっていう方がいらっしゃいますけど、100ドル札の紙幣の、肖像画になっている方ですよね。こんなことを言ってます。自己投資はあなたに最大の利子を支払う。この言葉は、どういう意味でしょうか。自己投資ってそもそも何かなっていうことなんですけど、自己投資、スキル磨きだったりとか、知識を得たりだとか、スポーツだったり、新しいことにチャレンジしたり、自分の
生活習慣を整えたり、健康管理だったり、人間関係を良くしたり、人格を高めたり、いろいろあるかと思うんですけれども、この自己投資があなたに最大の利子を支払う。じゃあこのあなたが稼いだ利子、あなたが一生懸命自己投資をして稼いだ利子っていうものは何なのか。最初の今日のテーマを思い出してほしいんですよ。あなたの稼いだ利子があなたの利子を稼ぐ。あなたが稼いだ利子っていうのは、そうですね。毎日の習慣のことです。この前も大きな石から取りかかれっていう話をしたと思うんですけども、毎日大きな石を3つ、最優先順位のもう非常に高い、これだけは外せないっていうタスクを毎日1日3個ずつだけやるだけで、1年間に1000個分の、とても重要なタスクを終わらせたっていう、実績と自信を残すことになるんですけども、この、自信なり実績なりがあなたが稼いだ利子ですよ。で、これがレバレッジになって、あなたの成長曲線は、ぐんと、今まで緩やかに、これ成長してるのか何なんだろうという、もう地を張ってる、もう成長してるのかよくわからん、何なんだ、ムズムズする、もぞもぞするっていう、このイライラした、このほとんど平行線、ほとんどなんていうか平らな線だった、この成長曲線が、急に、キュッ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 と角度をほとんどこう垂直に上り始める時が来るんですよ。これをブレイクスルーというんですけど、あなたの稼いだ利子がレバレッジになって、複利を効かせて、あるポイント、ブレイクスルーになった時に、その成長のスピードをぐんと活性化させる。スピードをギュッと早める。この時が来るんです。あなたの稼いだ利子があなたの利子を稼ぐ。そんな日が来ると、とっても嬉しいなと思いませんか？なので、あなたの利子、あなたは今日の利子をしっかりと稼いでください。1.01、365日続けると37.8になる。これをイメージして、できたらそういうグラフをちょっとネットかなんかで検索してですね、イメージに落とし込んで、あ、自分いけると信じてください。それでは今日も応援しています。頑張っていきましょう。